はい、皆さん、こんにちは。はじめまして、ホウと申します。今回もコンクエスト遊んでいきたいと思います。よし、まあ、こっから出ようかな。OK。まあ、武器は AKU12 で、公平でいこうと思います。あれ、ちょっと、味方が。行こうか。あ、ちょっと待って待って、取られてる、かなり取られてる。いたぞ。もう殺しに行くか。オッケー、ナイススキル。多分殺したかな。殺してないのか、まだか。よし、オッケー。もうこれで敵を殲滅かな。よし、いいぞ。まあ水の表現はまあまあ綺麗ですね。まあまあだけどまあやっぱグラス F5 はすごく綺麗だったけどね。正直言って PS3 版じゃもっとない画質よくできるはずなんですけどね。もっとできると思うんだけどな。味方が結構強いから、あとはチャーリーだけか。よし、ジャンプ。もうどうしようかな。了解、乗りたいのか。よし、チャーリーを取りに行くぞ。いるぞ、敵が、敵じゃないか。進め。オッケー。ちょっと待って、当たってくれ。よし、オッケー。危なかった。マジで危なかった。ちょっと待って待って、早く、よかった。危ねえ。安定しないからな、いつも。オッケー。僕のエイムはね、ちょっとね、安定しないから。当たってくれない時もあるし。うわ、なんだこれ。さあをつけろ。すいません。イエスサーだな。すいません。怒られちゃったね、ちょっと。なんか海兵隊は2回サーをつけないとダメらしいですね。最初にサーをつけて、最後にもサーをつける。あうち。ちょっと待って、荒ぶりすぎ。アルファを攻撃しろか。なるほど、いいか。行くぞ。うわ、ちょっとこれちょっと操作しづらい。なんだこれ、しづら、操作しづらすぎる。まずい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 。どうしようかな。どっから行こう。こっからがいいかな。わあ、結構撃たれてる。よし、オッケー。まあ一人殺せただけでよかったかな。まあ個人的にはね、3人ぐらい連続して殺したいんですけどね。まあルーズストリークが続くより、まあ一人殺す方がいいかな。一人殺せる方が。あっ、畜生。当てんのが難しいけど、当たったら間違いなく強い。オッケー、殺した。
え、マジでマジでマジでマジかよ。もう一人いたと思ったんだけど。どうしようかな。ちょっとね、味方がぐだってるみたいなんで。まあ、こっから行こうか。ちょっと怖いんで、降りますね。まあ、今回はサブウェポンが出せるようになったんでね。かなりやりやすい。セカンダリーが出せるんで。ちょっと待って待って、ヘリがいるじゃん。あんなの逃すのもったいなすぎるでしょ。もう潰しちゃおうよ。痛いよ、痛い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 。待ってくれ待ってくれ待ってくれ。厳しいな、本当に。これは第二次世界大戦の母艦かな。オッケー、復讐するチャンスだな、これは。結構ルーズストリークみたいなのが続いてるからな。よし、頑張ってくれ味方。頼んだ。まあ、あいつだけは許さんからな。ちょっとまずいまずいまずい。まあ無力化までしたけどな。オッケー、ナイスナイスキル。まあでもね、キルばっかり稼ぐことを考えちゃダメですよね。わおわお、ちょっと待ってくれ。びっくりした。まあ実戦だったらあれで即死だったんでしょうけど、まあゲームだから生きてたけど、まあキルばっかり稼いでたらダメですよね。まあコンクエストですから、とにかく旗を取りに行くっていうことが重要かな。あんまりキルレートばっかり気にしてたらやってられないからな、コンクエストは。まあここら辺はちょっと危ないんでね、しゃがんどきますね。結構これヘッドショットされやすい。ここでいてたら、ここにいたら。んー、チャーリーを攻撃しろか。まあ結構味方が強いからな、やってて楽しい。味方が弱かったら本当に楽しくないからな。まあクラウンとか入りたいんですけどね。まあ個人的には入りたいんですけど、まあいちいち時間合わせてなんかするのがめんどくさそうなんでね。入ってないだけですね。あとバトルログにログインできないから。なんでできないかっていうと、昔の PS3 のアカウントのパスワードとか忘れちゃったんで、もうそれでログインできないままですね。メールアドレスもね、もう解約しちゃったんで。パスワード変更のなんだろう、メールも送れないし、とまあ行方不明みたいな感じになってますね、アカウントは。まあ一応ゲームはできてるんですけどね。 OK、 ちょっとびっくりした。マジかよ、またやられたし。まあ今度は違うやつだけど、どうしようかな。ヘリはちょっと使えないんでね。ヘリが強かったら乗っていきたいんだけど、まあ弱いからな、あんまりうまくないから。とにかくこれですね、あれなんだろう。なんだっけ、ちょっと忘れてしまった。忘れちゃった。言いたいこと忘れちゃった。まあいいや、ラボ取りに行こう。あ、思い出した、バトルログにねログインしてフラッグを買いたいですね。この今はチャイナのフラッグになってますけど、まあ自由に変えれるみたいなんでね、
変えたいなと思うんですけど、ログインできないからね、変えれないんですよね。そこが残念。コールオブデューティみたいにね、ログインせずにゲーム内で変えれたらいいんですけど、そういうとこバトルフィールドは融通が効かないんで。わお、マジかよ。蘇生は来ないかな、多分。一応期待はしてるんですけどね。いた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 。ちょっとびっくりした。オッケー、ナイススキル。上にいたような気がするんだけどな。エコーかな。まあ司令官はいないか。司令官ってやってみたんですけど、結構意外と地味ですね。あれ地味だし、ちょっと PS3 版じゃちょっとなんかやりづらい。もうちょっとやりやすかったらよかったのに。なんか操作しづらいから。うわー、遠いな、結構遠い。泳いでいくのか。結構嵐だしな、流されそうだけど、まあいいや。はい、ってことでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。まあ今回は13分かな。まあ短かったけどちょうどよかったな、これで。高速戦闘艇に結構やられてしまったけど、まあいいか。よし。じゃあまた見てください。バイバイ。